皆さんこんにちは、ワナルビルビジです。今回はギレンデーボージの独立戦争機ガルマ死亡ルート続きをプレイしていきたいと思います。ガルマはすでに死亡、さらにドズル、クシリアも反乱を起こしたのでこれを討伐、すでにドズルもクシリアも死亡しています。なのでザビー家で唯一残っているのがギレンだけですね。まあ、サスロも含めて5兄弟だったんですが、まあ、すでにギレンのみという状態です。今回は連邦軍宇宙の最後の拠点ルナ2の攻略戦をプレイしていきたいと思います。では早速攻略作戦発動していきましょう。ルナ2の攻略戦です。進行ルートを表示します。ソロモンからの2つのルートと北アメリカ上空からの1つのルート、この3つのルートを使っていきたいと思います。攻略作戦案を設定してください。ではルナ2に部隊到着しています。このルナ2はですね、まずシャアは専用のギャンに乗ってます。それにギレン総帥の部隊ですね。それにビッターのところにはドロス、宇宙空母ですね、これを配備してあります。でこの後ですね、第2陣第3陣という形で増援も送れるようにしていきたいと思います。赤い彗星、シンクの稲妻、エース登場、こんだけあれば十分でしょう。ではルナ2の攻略戦開始です。さあ敵ですが、マゼラン、サラミスといった、まあ、戦艦のほかガンキャノンとか、あとガンダムタイプ、ジムコマンドっぽいのもいますね。味方は3艦隊ですね、まずは投入してますので、これを進軍させるところから始めていきます。まあ、主な編成はやっぱりリックドーム中心に編成してあるんですけども、一部はですね、量産型のギャン、これも完成してますので、ギャンの量産型、これも戦線に投入していきます。あ、うまくねこの量産型のギャンが機能してくれると、特に格闘戦でかなり期待できる戦果があるんじゃないかなというふうに思います。では進軍開始です。あとは変わったところで言うとビグロですね。まあ、シムスが乗ってるので大した戦果は期待できないかなと思うので、まあ、おとり目的でシムスは使っていきましょう。モビルスーツ隊は展開をしていきます。では、交戦状態に入ります。一気に攻勢をかけて、この一ターン目で体勢を決することができそうですね。連邦の G3 ガンダムとかね、最新鋭のモビルスーツも、まあ、あるにはあるんですけども、数は少なくて、
まあ、ジムだったりね、まあ、ジムキャノンだったりっていったところなので、まあ、一部の G3 ガンダムと対したユニットはね、当然ダメージ出るんですけども、それ以外はね、軽微な損害で済んでいます。まあ、かつこれ最後の宇宙船になるので、まあ、損害が多少出たとしてもですね、まあ、意に介する必要はないかなと思いますので、このまま、一気にね、勢いに乗って攻略を進めていきたいと思います。ルナ2攻略完了です。敵部隊沈黙、敵基地の制圧に成功しました。これでいよいよジャブロー攻略作戦が、ね、発動できるようになると思います。閣下、ルナ2の制圧が完了したようです。いい、マスドライバー設置の準備は整っているな。はい、すぐにでも設置作業を開始できます。それでは作業を開始させ、マスドライバーの設置が終わり次第、ジャブローへの攻撃を開始する。了解しました。作業を急がせます。はい、というわけでマスドライバーの設置完了を待ってジャブロー攻略作戦を発動していきたいというふうに思います。では次回ですね、最終回にできればいいかなと思いますが、ジャブロー攻略戦をプレイしていきたいと思います。